じゃあ改めましておはようございます。たまちゃんって言います。どうぞよろしくお願いします。多分ね、たまちゃんっていう紹介を受けるとね、なんか綺麗な女性が来るんかな思って楽しみにしてる人がいっぱいいるんですけどね、どこの全国どこ行ってもね、誰やねんあの親父みたいな、あの人がたまちゃんじゃなかったんかみたいなね、まあ、大体分かるように、ほらここにねちゃんとマークつけてんですよね、どこに行ってもたまって分かりますみたいなね、はい。まあ、皆さんがいろんな人のお話を聞くと思いますけどね、まさかこんなおかしいやつが皆さんの目の前に来るっちゅう、そういう経験はね多分あんまりないんですよ。皆さんの経験、人生の中でね、おかしいのが来るのはあんまりないと思いますんで、今日はリラックスして聞いてもらえやええかなと思います。こんな格好してるのでなんですけどね、元校長先生と同じ職業です。私中学校の理科の教員だったんです。出発点はね、中学校の理科の教員18年やりまして、その後に県の教育委員会に異動になりまして、今度は先生の先生っていう立場で仕事をしてました。でそれが何の因果かね、それを辞めまして、で今フリーで、まあ、全国ね、北は北海道から南は沖縄まで毎週毎週全国どこかにお邪魔してこんな話をしてます。おかげさまでね、小学校や中学校や高校とかたくさんの学校に呼んでいただいてお話をするんです。でまあ見てるとね、皆さん何ですか、真面目な方ばっかりですよね。ですよね。私どんな教員だったかっていうとね、分かりますかね、ヤンキーという言葉知ってますかね。ここにいませんよね、ヤンキー。どう見てもいないんですけど、私ヤンキー専門だったんですよ。ヤンキー専門ってね、そんな先生いんのかみたいなね。私もともとなんか椅子があった方がいいな。ごめんなさい、ご承知です、お借りして。もともと私ね、22歳で学校の教員になるんですけどね、その時はねめっちゃ理想に燃えとったんですよ、ね、子供たちにね、やればできるっちゅうことを伝えたかったんです。でね、俺と一緒に頑張ろうぜって言いたかった。だけど何の因果かね、私が22歳で初めて行った学校がね、別の意味で燃え上がってる学校だったんですよ。どれぐらい炎上してるかって言ったら、授業中に火災報知器が鳴るんですよね。ジレレレレとか言って消火しろみたいな、はい、押してるんです、誰かね、ヤンキーが。で、まあ、上から牛乳は降ってくるわ、グラウンドはバイクブン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 回るわ、そんな学校でね、なんか燃え方のパターンが違うなみたいなね。一緒に頑張ろうぜって、別にそんなこと頑張らなきゃいいんだよみたいなね。それでそのこういう連中とどうやってお使いしようかなと思ってね、最初悩んどったんです。でも悩んどったんですけどね、不思議なことが起こるんですよ。私の目の前にね、その火災報知器を鳴らしたりね、あるいはそのバイクでブン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 回っとったり牛乳落としたりするやつが私の元にやってくるんですよ。ほんでやってきてね、小玉先生ですかとか言って、え、小玉先生やけどあなた誰みたいな。普通ね、中学生っつったら皆さんみたいな爽やかな人たちを大体イメージするやないですか。皆さんがやってきてね、小田先生おはようございますと言ったら、あ、おはようって言えるやないですか。私の目の前にやってくるそのおかしい連中はね、まあ、中学生とおぼしき連中はね、もうすでにね、なんかスーパーサイヤ人みたいになってるんですよ。まあ、なんか髪型が違うなみたいな、しかもまあ色も違うなみたいな、誰なのあなたみたいな、ね、ここ天下一武道会じゃないからねって。ほいだら学ランがあるやないですか、学生服があるやないですか、その学生服がねやたら短いんですよ。普通これぐらいでしょ、ここぐらいなんですよ。お前それパーティードレスじゃねえんだからさ。で後ろこうって見せたらね、後ろに竜の刺繍とかがあるんですよ。お前スカジャンじゃねえんだからよって。ほんだらなんかねボタン外していくんですよ。何やらかすんかいな思ったら、見てくださいとか言ってブワーって見せてね、なんやこいつと思ったら、真っ赤なね内張りでね、ここに漢字でよろしくとか書いてるんですよ。よろしくって漢字じゃなかったよねとか思いながら、でこっちには潔く散ってみせますとか書いてね、まだ散るような年代じゃねえんだよお前って。何しに来たんだよお前はっていう話をするとね、なんか先生俺のこと分かってくれそうな気がするんです、同じ匂いがするんだとか言うんですよ。失礼なやつだなお前もって、お前と一緒じゃねえよって、俺スーパーサイヤ人でも何でもねえんだからさって、お前どっか行けよっつったらね、まあどっか行くんですけど、10分ぐらい経ったら戻ってきてね、10人ぐらいスーパーサイヤ人連れて戻ってくるんですよ。おい、なん天下一武道会かみたいな。ほんでやっぱり思った通りの先生でしたみたいなね。ほんで気がついたら私の周りってそんなやつらばっかりになったんですよ。ほんでね、なんでそのたまちゃんの周りにそんなやつらが集まってきたのかっていうとね、理由は簡単でね、私が元ヤンだったんですよ。
でね、私がねそんな人生を送っとったわけです。子供ってわかるんやなと思ってね、私全国でいろんな会場に行って、あの年間まあ200回ぐらい公演とかしてますんでね、であちこちに行くでしょう。であちこちに行くとね、こういう講演会が終わるでしょう。で、ありがとうございましたとか言って出るでしょう。そしたらね、追っかけてくるやつらがいるんですよ。で、追っかけてくるやつらね、例外なくヤンキーなんですよね。先生、感動したとか言って。だいたいタマちゃんの元にやってくるのヤンキーしかいねえんだぞ、お前ってね。で、握力勝負しませんかとか言って。そんなお前にね、勝てるわけないやんみたいな感じで握りつぶしてやるんですけどね。不思議なもんですよ。人間ってね、同じような人に惹かれていくんです。で、私ね、中学高校時代こんな風に人生を思ってたわけです。自分ほど不幸なやつはいないって思ってたんですよ。周りのやつらを見たらね、いっつも楽しそうに笑顔で過ごしててね、なんで俺のところばっかりこんなね、理不尽な不幸がやってくるんかなって思ってたんですよね。うまくいかなかった、人生が全然ね。で、なんで自分ばっかりこんな不幸がやってくるんだ、なんで他の人はね、あれはできる、これはできるね、自分は何もできないみたいな、勉強もできる方じゃなかったんでね、あの人いいな、テストであんな点取れて、自分こんなんでね、先生にいつも怒られて、なんでそんな神様って不幸に世の中ね、人間作っとんのやと思いながらね、そんな人生だったんですよ。でね、私の目の前にやってきたそのヤンキーたちもね、かつての私みたいな話をするわけです。私の目の前で、先生って俺どうせダメなんですとか言うんですよ。口癖がそうなんです。皆さんの口癖って何ですか？まあ別に聞くことはないですけど、頭の中で自分って何言ってんかなって思ってください。普段何を言ってんかなって。たまちゃんね、こんな人生を経験して分かったことがあってね、いや、恐ろしい事実が分かったんですよ。自分が言った言葉の通りに自分の人生が展開していくんですよね。例えば自分がなんだよ世の中って不公平だよって言ってると、その通り不公平な世の中が自分の人生で展開していくわけです。なんで俺の気持ち分かってくれねえんだよっていうのが口癖な人は、俺の気持ちが分かってくれない人生が展開していくんです。いや、たまちゃんがそれ初めて気づいた時はめっちゃびっくりしたんですよね。ほんでね、自分が不幸だ不幸だって言ってた時は全然気づかんやったんですけどね、ある人から聞いたんですよ。自分が言った通りの人生になるんだよっつって。ほんでね、自分が何を言ってきたんかなと思ってこう振り返ったらね、全部自分が言ってきた通りの人生になっとったんですよ。ほんで、まさしくたまちゃんの前にやってきたヤンキーたちもそんな人生を歩んでました。俺は不幸だとか、俺はダメだとか、俺はバカだとか言ってたんですよ。ほんでね、先生全然勉強がわからないんだとか言って、何が面白いかもわからないんだって、数学って大体何ですかあれとか言ってね、大体問題が日本語じゃないじゃないですかって、当たり前じゃねえかみたいなねそりゃ日本語じゃねえよそれは、もともとがでね、そんな問題俺にやられても困るんだよみたいな、でバカの自慢大会が始まるんですよね。そんな別にやれっても言ってもないのにね、先生俺全然勉強できないんですとか言って、数学全然わかんねえですとか言って、だから別のやつがね、お前いいよまだって、俺お前数学どころか、お前俺算数も分かんなかったんだよっつって、俺小学生からバカだからとか言って、だからお前いいよって、俺幼稚園の頃からバカだったからとか言って、いやお前いいよって、俺赤ちゃんの頃からバカだからって、知るかそんなもんって、解けるか大体問題がみたいなね。でそれで、そのそいつらの口癖が俺はダメだだったんです。で最初たまちゃんはね、ダメなやつなんか一人もいねえんだよって、俺はねやればできるっちゅうことをお前たちに伝えたくて、それで学校に来たんだよって、だからねやればできるんだから俺と一緒に頑張ろうぜっちゅうんですけど、なかなかそのね、俺はダメだっちゅう蓋を外すことができなかったわけです。いやいや、それは言ったって、先生は特別だからですよつって、俺は先生みたいに能力もないし才能もないから、バカだから絶対無理ですとか言うわけです。ほんでね、その蓋をどうやって外そうかいなってずっと悩みながら、まあ教員をやっとったわけです。まあその話をするとね、あっちゅう間に時間が終わりますんでね、今日は多分皆さんがあの興味関心を持ちそうな話をね、いくつかピックアップしてきましたんでね、こんな話どうかなと思うんですけど、でも皆さん見てるとね、まともな人ばっかりですんでね、たまちゃんあの裏技の人生なんですよ。ほんでね、ヤンキーからね、人生の裏技を教えてくださいって聞かれるわけです。例えば勉強しないでいい方法を教えてくれとかね、あの宿題をやらなくても親に怒られない方法を教えてくれとか
夏休みの宿題が1日で終わる裏技を教えてくれとかね、そんなばっかりなんですよ。私に先生教えてください、先生だったら何でも分かるでしょうとか言って、お前無理難題俺に押し付けんなみたいな、全部教えてやったんですけど、まあそんな話、まあ、別に皆さんはね夏休みの宿題終わってるような顔してますよね。この中でまだ夏休みの宿題やってねえんだよみたいな、バレちゃ大変なんだよとか、まさかここで手挙げるわけにいきませんのでね先生たちの目が光ってますんで、誰やまだやってないのみたいなね。どこから話しましょうかいね、ここから話しましょうかいね。私ねずっと学級担任でしたんでね、学級担任をしてると、まあ皆さんの学級担任の先生がおるじゃないですか。ただなんか教育相談みたいなのありませんか、あんなおせっかいなね、悩みがあったら教えろみたいな、誰が教えるかみたいなね、あの大きなお世話なんじゃみたいな。まあここの先生はねそんな優しい先生ばっかりでしょうから、私の悩みはこうなんです、先生解決してくださいっていうかもしれませんけどね。ある日ヤンキーがやってきたわけです。でヤンキーがこういうわけで、先生ってお願いがあるんですけどつってやってきてね、なんだお前のお願いってなんだよって、俺は天下一武道会なんか出ねえぞつって、そういう問題じゃないんですって、ちょっと切羽詰まった問題がありましてとか言って、何なんだよって、先生俺勉強が全然わかんねえですよって、それお前100遍ぐらい聞いたよ俺って、お前勉強わかんない勉強わかんないっていつも言ってたじゃねえかよって、でもね親が勉強しろ勉強しろってうるさい、最近特にうるさいんですとか言って、当たり前だよお前中学校3年生になってんだからそれうるさくなるわな親もってね、お前もうそろそろ高校受験中のがでも控えてんだぞお前って、もうお前にとっちゃあれだよ敵みたいなもんだよって、ねその敵なぎ倒すためにお前修行せなあかんだろうがってね、その修行が勉強中やつなんだよって、でも俺勉強全然わかんねえしできればしたくないんですよって、まあそれはわかる、俺も大体ねあの勉強したいような人間じゃなかったんでなって、先生だったら知ってると思うんですけどって、なんやまあ聞いてやるから言ってみろっつって、勉強をしなくて親に怒られない方法を教えてくださいとか言うんですよお前そんな虫のいいね答えがあったらお前世の中の生徒なんて誰もお前苦労しねえよっつって、どこの世界にお前勉強せずに親に怒られねえようなねそんな裏技があるんだよ実はみたいな話するとねやっぱりあるんですかみたいな、教えてくださいお願いですとか言って、いやこれはお前ねってこれちょっと裏技中の裏技だからちょっとねあの下手に使うと危険なんだよってね、だからこの裏技はね教えないことになってるんだけど知りたいの本当にとか言ったら、知りたい絶対知りたい絶対知りたいとか言って、そうじゃあ何お前俺の弟子になってもいいっていうわけっつったら、なりますなりますもうなってるやないですかみたいな、もうお前も悪やなみたいなね、まあしょうがないから俺はさ教えてやるよっつって、でねそいつ急に目を輝かせ始めるわけです。やったこれで勉強しなくて済むみたいなね、まあ皆さんにとっては興味関心のない話かもしれませんけどね、お前いいからさってお前宿題でもらってんだろプリントっつって、お前の一番わからねえ教科の宿題のプリントちょっと出してみろっつったらね、当たり前のように数学のプリント出してくるわけですよ。ほんでね、先生見てくださいよこのプリントおかしいと思いませんか、だってね日本語じゃないですからとか言って、日本語じゃねえよお前数式なんだからさっつって、え何がわかんねえんだよお前見せてみろっつって、俺もわかんねえよこれって難しいなお前こんなん解いてんのって、だから解けないんですよって、でもね親はこれをやれこれをやれってうるさいんですよっつって、ほんでね親に言ってやったんですよって、そんなにね解け解け言うやったらね教えてくれっつったら親はどっか行ったんですよみたいなね大人ってそんなもんよってほんでねこれねもうやりたくないからねなんとか裏技でね分かるようにさせてくださいよみたいなこと言うんでね、じゃあ今からおかしい裏技を教えるけどお前一つだけ約束してくれるかっつって、え何でもや何でもします、先生が空を飛べって言ったら空飛びますってね、えお前飛べんのとか言ってほんだら本当にねこうってやるんですよ先生努力はしますみたいなねほんでね、まあそこまで言うんやったら教えたるわっつって、じゃあ今から言うことを真面目に一生懸命やれるかって、そんなに難しいことじゃないけどなっつって、やりますやります何でもやります私やる気の俺やる気の塊なんですとか言って、じゃあ分かった今から裏技教えるからっていいかって、一瞬でそのプリントが終わる裏技を教えるぞっつって、一瞬で終わるんですかっつって、そうだ一瞬で終わるんだよこれっていいかって、そのプリントに名前を書きなさいっつったんですよ。はって名前、え名前って先生俺の名前っすかっつって、当たり前だよお前って、お前の名前以外書いてどうすんだよって、え名前ぐらいお前書けるだろお前名前書けないのっつったら、何バカにしてんですかって、名前ぐらい書けますよとか言って、えお前学年とクラスと出席番号も覚えてたろっつって、覚えてますよそれぐらいはって、バカにしないでくださいよっつって、じゃあお前書いてみろよっつって、書きましたっつって、
ほら見ろお前もう出来上がったじゃねえかよとかいう話するとね、とか言うんですよね。できてるわけないじゃないですか、これ名前書いただけやないですかつって、お前よく考えてみろって、お前今までねこのプリントもらってねどういう風にこのプリント扱っとったんよっちゅう話したらね、こんなん分かるわけもないからね、カバンの中にしわくちゃにしてしまってたんですよって、それね数学の時間に先生から見つけられてね、お前やる気がないんじゃっていつも怒られとったんですって、当たり前やないかいってね、どこの世界にもらったプリントに名前も書かんようなやつがね、なんでやる気があるって見てもらえようかねって。でもな、お前がもしそのプリントに名前を書いたらどういう化学変化が起こるか分かるかって、お前先生の気持ちこうだぞって、こいつプリントに名前書いてるということはこいつ一応やる気はあったんかって思われるに決まってんだろお前って、名前書くっちゅうのはそういう意味なんだぞっつったら、え、そうなんですかって、そんなもんなんよお前って。でもなお前今言っただろ、名前書いて宿題やったってどう考えても思えないって言っただろって、それはお前いいこと言ったな、お前もな心の中ではこの問題解いて先生に出したいっちゅう気持ちがあるんだよって、じゃなけりゃね小玉先生にそんな質問なんかよこしてこねえんだよって、お前今やる気になってる時がチャンスだぞっつってね、名前を書くのはそれはね当たり前のことやから今から裏技を教えるからなっつったらね、よかった名前書くの裏技やったらねって、何を言い訳にしようか迷ってましたよっつって、あのなって今からこれ裏技教えるけどなって、これねなんだっちゅうような裏技なんぞっつって、え、そんななんだっちゅう仕掛けがあるんですかプリントにって、お前な宿題の一番最初の問題見てみろよっつって、お前解けねえっつってるけど、大体な宿題の一番最初の問題ちゅうのは誰でも解けるようなボーナス問題になってんだよお前って、これは入試でも一緒だぞってね、入試で問題もらった時に一番最初の問題はボーナス問題になってんだよ、だからそこだけを必ず解けっつってね、こう見たらねそのヤンキーがすっとんきょうな声上げるんですよ、先生よく見たら一番最初の問題 3+7 って書いてますっつって、だろうってお前ボーナス問題が隠れてんだよって、お前その問題はできそうな気がするだろうっつったら、この問題はできそうな気がしますっつって、ほいで書き始めてね、先生10でいいですかって、10でいいんだよって合ってるから別に自信持てよみたいなね、先生できましたとか言って、ほら見ろお前も宿題完璧じゃないかとかいう話するとね、って言うんですよ、 3+7 解いただけやないですかって、なんでこれが完璧なんですかって、お前先生の気持ち考えてみろよって、お前先生の気持ちこうだぞって、今までお前名前も書かなかったお前スーパーサイヤ人がな、名前を書いてお前一番最初の問題解いててみろお前、先生絶対こう思うぞ、はあこいつやっとやる気に火がついてくれたって思うに決まってんだろうかって、お前ヤンキーが問題を解くっちゅうのはね、普通のまともな子がお前100問解くよりすげえ力持ってんだぞお前って、お前が 3+7 解いたっつったらお前まともな子が一番ね難しい問題解いたと同じような価値観だぞお前って、お前の力はそれだけすごいんだよって、だからお前スーパーサイヤ人なんだよみたいなね、ほんでね、そんなもんなんですかっつって、そんなもんなんだよって、ただしなこの魔法は3日で消えますみたいなね、あのそりゃそうですよ、3日も同じことやってたら怒られるに決まってるじゃないですかっつって、今からが裏技なんだよよく聞けっつって、やっと来ました教えてくださいよっちゅう話したらね、そのプリントの中で一番難しい問題お前どれかちょっと当ててみなよっつって、一番難しい問題ってあれですか、あの日本語かどうか全然わからないやつですか、それそれって、もうね何言ってんのかさっぱりわからない問題がね、おそらくそのプリントの一番最後にね隠されてんだよっつって、本当だって何を言ってんのかさっぱりわからない、これ大体日本語なんですかねって、それそれそういう問題な、今から魔法の呪文を書きますとか言って、出た魔法の呪文って、先生怪しいと思ってたけど魔法が使えるんですねって、俺魔法が使えるんだよっつって、その一番難しい問題にお前ね丸つけてみろっつって、丸つけましたっつって、そこに魔法の呪文書くぞって、いいか小田先生が言った通り書けっつって、なんて書くんですか、な魔法の呪文って何ですかって、いいかって、先生俺はどうしてもこの問題が解きたいので放課後教えてくださいって書けっつって、ってほな呼び出されるやないですかって、当たり前やろお前って、お前がこの魔法の呪文書いたらお前先生にどんな化学変化が訪れるか知ってっかお前って、お前先生こうだぞって、こいつやる気のかけらも昨日までなかったのに、名前書いてる上に最初の問題ちゃんと解いてるし、まあ真ん中は先生解いてないけど最後の問題何々丸がついていて、俺はどうしてもこの問題が解きたいから教えてくださいって書いてるって、
お前その先生にとっちゃお前それラブレターと一緒やぞお前ってね。な先生大喜びに決まってんじゃねえかよってお前喜んで教えてくれるからお前その通り書けっつって、お前俺が言ったこと何でもお前イエスイエスで聞くって言ったじゃねえかよってさっき空も飛んだじゃねえかよお前書け書けっつって、わかりました書いてみますとか言ってしぶしぶ書いてね、そいつそれをカバンの中にしまってね、翌日、まあ、またやってくるわけです。そしたらね、どういう化学変化が起こったかというとね、まあ数学の先生がね、いつも通りね、お前またやってねえのかって、でも出せプリントとか言ってパッて開けたら、あれいつもしわくちゃになってカバンの下にね隅っこにあるのに今日はしわしわになってないし、なんか折りたたんでるぞみたいな、おかしいなと思って開いたら、こいつ名前書いてるみたいな、うわ解いてる最初の問題っつって、えこいつ解けるんだみたいな、あよく見たら 3+7 やったなみたいな、何何何何え何か書いてるぞ、え俺はどうしてもこの問題解きたいから放課後教えてくださいって書いてるみたいな、ほだその先生が超喜ぶわけですよ、分かったって、お前の熱い気持ちは俺がしっかり受け止めただぞって、俺は放課後部活やけどそんな部活なんかもうどうでもいいからって、放課後俺のところに来いとか言ってね、ほいでそのヤンキーは放課後に職員室に行くわけです。そしたらね、他の先生はみんなこう思うわけです、あまた来たあいつって、もう分かってるわけですよね、また来た今日説教2時間コースかみたいな、今日誰の先生の説教受けるんかいなと思ったら、そのヤンキーが何やら筆記用具とプリント持っとんですよね、ほんで誰々先生に宿題を教わりに来ました入っていいですかとか言って、ほんだら一斉に先生たちがえーって見るわけですよね、なのって教えてもらいに来ました、俺の授業お前寝てたのになんだよそれって誰だよみたいな、ほんだらもうその数学の先生がねもう満面の笑みで、お来た来たや来たの来たのこっちこっちとか言って、職員室の真ん中に作業テーブルみたいなところがあってね、こっち来いこっち来いとか言って、さあ今から勉強をやるぞみたいな、誰に向かって言ってんですかねみたいなね、ほんで周りの先生はもう気になってしょうがない、あのヤンキーがなんでやる気になったんねみたいな、この先生何の魔法かけたんじゃわいって、でも俺部活があんだよね今からみたいな感じでね、先生たちはしぶしぶ出ていくわけです、部活しにね、ほんでその数学の先生はもう部活なんかどうでもいいからね、そのヤンキーに付きっきりで教える、あのね学校の先生なめちゃあかんですよ、学校の先生ね普段はねなんかぬぼーってしたような感じでしょ、なんかこの先生ほんとやる気あるんかいなみたいな先生もね、まあ中にはいっぱいいるんですよ、ところが先生っちゅうのはもともとねやる気の塊で今日学校に来てますんでね、私みたいにもう子供たちとね分かる喜びを分かち合いたいと思って学校に来てるおかしい人たちばっかりなんですよ学校の先生中本当ですよ、だってね皆さんのお家の人とかね隣近所の人にねさっきのヤンキーが言ったように問題解きたいから教えてよっつったらね忙しいから後でって絶対言いますよ、でもね学校の先生だけはね忙しいから後でって言わないんですよ、マジかお前やる気になってくれたんかみたいな、本当です。でねその数学の先生はねもう汗だらだら流して教えるんですよ、ただね学校の先生プロですから一応どんなヤンキーにもねこいつも絶対分からせたろって思ったらね思いが通じるんですよねこれがね、でもね一番難しい問題をタマちゃんがわざわざ指定してるでしょ、だから解くのにね 2,3 時間ぐらいかかるんですよ、そしたらね部活から先生が戻ってくるんですよ、ほんでねまだやってるみたいな、あいつ逃げ出してねみたいな、ほんでみんな見守り始めるんですよ、こいつ本当にやる気になったんかなみたいな、どうせね気になってね仕事になんかならんのでねこう見てないようなふりしてそのヤンキー見てるんですよ、こうやってね仕事してるふりしてあいついつ投げ出すんかいなみたいな、そして3時間ぐらい経ってヤンキーがすっとんきょうな声上げるんですよね、先生ってなんか今分かったような気がしましたとか言って、ほんだ数学の先生が立ち上がって喜ぶわけです、何分かってくれたかお前みたいな、ね、男と男の熱い握手がねガチって分かってくれたかありがとうみたいな、ほんだ他の先生が超羨ましがるんですよね、何あの先生って何の魔法使ってあなったんじゃおいって、あの金髪パツパツのスーパーサイヤ人野郎がなんであんなやる気になってんだよって、俺もなんかあいつと握手したいみたいなね、そしたらねどういう化学変化がそのヤンキーに起きたかっつったらね、まあねそれまで廊下ですれ違うとね先生たちみんな避けとったんですよ、そりゃそうで当たり前ですよね、だってね向こうスーパーサイヤ人ですよ、下手に関わったら天下一武闘会が始まるじゃないですか、ほな命の危険があるからそんな避けるに決まってるじゃないですか、そんなんねこんな関わりになっちゃあかんって、
ところがその先生たちが次々にそのヤンキーに声をかけるわけです。お前のあんな姿初めて見たよって、なんだお前やる気があったんだ、お前すまんかったな今までって、お前勉強なんかもうどうでもいいやって思ってると思ってたんだよ俺はつって、よかったらお前に簡単な宿題俺も出していいかなみたいな、一緒に頑張っていいかなみたいな。そしたらそのヤンキーがね、私のところにやってくるの、先生って、先生のあの魔法の呪文本当に魔法でしたつって、な何があったんだお前の人生にっつったらね、あれからね数学の先生とめっちゃ仲良くなったんすよっつって、その数学の先生はねもう握手をした瞬間にねもうスーパーサイヤ人から仲間になってるんですよね、もうね。だからねどこで張っても笑顔で声かけてくれるわけですよ、頑張ってっかって、お前今日もスーパーサイヤ人だなみたいなね、あの平気で冗談を言い合えるような仲になってね、そんな人今まで会ったことはないっつって、学校の先生って全部俺を避けてんのかと思いましたって。ただからね、いろんな教科の先生が俺のところに来て、俺と一緒に宿題しないみたいなね変な勧誘をしてくるんですとか言って、お前よかったなお前って、お前な人生ってそんなもんなんだよってね、お前がね人生なんかどうだっていいんだっていう投げかけをしてたら、お前ね誰も関わってはくれねえんだよって、だってお前スーパーサイヤ人だからね、お前と下手に関わると命が危ねえと思われるだろうって。でもお前ね、お前がやる気になった姿を見せたら、お前学校の先生みんな味方になってくれんだぞお前って、それがよく分かっただろうっつって、よく分かりましたっつってね。そしたらね、それを見ていた別のヤンキーが私に相談をしてくるわけです。先生って、あいつなんで変わったんですかっつって、あ、俺がね魔法の呪文教えてやったんだよっつって、魔法の呪文教えてやったらお前変わったよ根底からっつったらね、俺にも教えてくださいとか言って、で同じ呪文は教えるわけにいかねえんだよお前ってね、同じ呪文教えたらお前って、代わりに別の裏技があるけどどうみたいなそして別の呪文がいいです、別の呪文がいいですって、何の呪文なんですかっつって、あのなって、この学校でトップを取れる呪文があるんだよみたいな、マジっすかって、俺宿題よりそっちがいいですって、えトップ取りたいっす、トップ取りたいっすみたいな。あのヤンキーって単純なんですよ、ヤンキーでね一番とかトップとかいう言葉にやたら弱いんですよ、ほんでトップ取りたいんですよ。だからね、お前簡単にトップが取れるからっつって、お前この学校で簡単にトップ取れるぞお前って、お前この学校でお前ボスになれんだぞって、そんな魔法の呪文俺知ってるぞみたいな、マジっすかって、ぜひ聞きたいですとか言って、でもなこの魔法の呪文はちょっとな、こないだの宿題よりもちょっとレベルが相当上だからなって、お前ちょっと修行が必要なんだよって、まあ二段階右折ってやつだなってね、土台があってその上にあの魔法の呪文っちゅうのがあるからなって、最初修行しないといけねえんだよっつって、なんすかその修行って、なんかあのやたら疲れる修行ですかって、別に疲れやしねえんだよって、簡単な修行なんだよって、お前修行やってみるって、修行まあそんな簡単な修行やけどやったらすぐ天下取れるけどっつって、じゃあやってみますとか言って、分かったって、じゃあな俺が魔法の呪文と一緒に魔法の紙っていうのを出してやるっつって、なんすか魔法の紙っちゅうのがあるんですかっつって、魔法の紙があるんだよっつってね、俺がポケットからねポストイットっていう紙を取り出すわけです。先生それ付箋紙じゃないですかって、そうだよこれ魔法の紙だよお前って、知らないのっつって、お前見たことないのこれっつったら、ありますよって、これね頭の良さそうなやつがあの辞書にペタ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 貼ってるあれでしょうがって、ねこれ見よがしに辞書に貼りやがってあの野郎って思ってたんですよずっとって、だからこっそり剥がしてやりましたとか、何言ってんだよお前みたいな、それ困るじゃねえかよ剥がされた方がみたいな、ほんでね何するんですかその紙をっつってね、その紙に今から魔法の呪文を書いてペタ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 貼っていくんだよいろんなところにっつってね、えっって、そんなペタ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 いろんなところに貼っつけてったらそれは迷惑じゃないですかって、大丈夫最初は身内だからっつって、最初お前の父ちゃんと母ちゃんにお前その呪文をねって投げつけりゃいいだけのことやから簡単なんだよっつって、え父ちゃんと母ちゃんって俺最近全然話もしてないんですけどって、メモはしてくれないんですけどって、当たり前じゃねえかお前って、自分の顔鏡で見てみろよって、お前誰がスーパーサイヤ人にも声かけるやつがいるかいねってね、お父さんもお母さんも命が惜しいからお前天下一武闘会なんかしたくねえんだよお前とって、でもなそんなお前のお父さんとお母さんにとっておきの魔法の呪文を教えてやるから、お前ちょっとね筆記用具準備しろっつって、先生何ですか魔法の呪文書くんですかこれにって、書くんだよって、あ簡単な言葉だからっつって、今からじゃあ父ちゃんに向けて魔法の呪文を書くぞっつって、え何て書くんですかって、いいかって言ったように書けっつって、はい分かりましたって、お父さん僕はこの家に生まれて本当に良かったって書けっつって、ってこの家に生まれて本当に良かったって書けば、え何か化学変化が起きるんですかって、
ああお前がね今までの人生で味わったことがない化学変化が起きるからっつって、そして最後に自分の名前書いてね、お父さんの車の鍵にペタって貼っつけとけっつってね、お父さんが夕方帰ってきた時にね、お風呂に入ってる隙にでもお父さんの鍵の後ろにペタって貼っつけとけって、お前人生で見たことがない化学変化が起きるぞっつって、わかりましたって、じゃあお母さんどうすればいいんですかって、お母さんにはこういう呪文を使ってみたらどうだって、お母さんの作る料理は世界で一番おいしいって書けっつって、えこれどこに貼るんですかって、お前台所の蛇口でも貼っつけといてみろっつって、お前見たこともねえ化学変化が起きるからよっつってね、まあそれぐらいだったらお前できるだろっつって、いやもうそれぐらいだったらできますよ、別にこれ書いて貼っつけりゃいいんでしょっつって、ほんでね、じゃあ今日中にやってこいっつって、それが修行やっつって、そしたらそのまあヤンキーってね素直なんですよ、素直すぎてねあのヤンキーになっていくわけです、ヤンキーっちゅうのはね。ほんで素直やったんで本当にやったんですよそれで、お父さんが帰ってきた時にね、で「あ疲れた、ただいま」とか言って、でお風呂に入ってた時を見計らって、そのヤンキーはお父さんの車の鍵にペタってつけて、それを見えないように反対にしてね、でお母さんがお風呂の準備してる時に蛇口にペッて貼って、そのまま2階の自分の部屋に行きゃいいのにね、なんか長期になったらしくて、その台所の隣が居間なんですけど、その居間にはあの押し入れがあって、ちょうどこの押し入れの襖をちょびっと開けるとね、台所が見えるようになってるんですよ。何を思ったかそいつそこに隠れてね、これぐらい開けてね見てたらしいんですよ。もう気になってしょうがなくて、って何の化学変化起きんかなみたいな。そしたらお母さんがお風呂の準備終わって台所に戻ってきたわけです。でね、来た来たと思ってヤンキーがね、何の化学変化起きるんかいなと思って。そしたらお母さんがその蛇口に貼ってある黄色い紙を見た時に、お母さんが止まったんですよ。プッて、お母さんの動きが止まったわけです。ほんでお母さんが動かなくなったんですよ。ほんで1分経ち、3分経ち、5分経ち、全然動かんのでね、お母さんが壊れたってね、なんで動かんねん、あかんがなこれって、呪文で固まったかみたいな。そしたら見たことのない化学変化が起きるわけですよね。お母さんの肩が震え始めるわけです、5分ぐらい経ってね。そしてお母さんの泣き声が聞こえてくる。そしてお母さんがね、もう我慢できなくなって、その髪を握りしめて床にね崩れ落ちて泣いてるわけです。でそれを見た時にヤンキーの心に化学変化が起きたわけです。お母さんが泣いてるのを生まれて初めて見たって。それまで自分がどんな悪さをしてでもね、お母さんが泣くことはなかったって、あんたみたいな子がねうちの子じゃないみたいなことを言われて、お母さんの涙なんて一回も見たことなかったのに、その目の前で自分が書いたくっそ汚い字でね、自分のお母さんが泣いてるっちゅうのを見て、ヤンキーを化学変化を起こすわけですよ。小田先生が言っとったことは本当やったんやって。ほんでね、翌日めっちゃ気になったんで、お父さんはどうなってんのかなって、で2階からこうってね首だけこう出してね見てる。だから朝ねバタバタしてお父さんが行く時にね、鍵を取ったらひらりって落ちるわけです、黄色い髪がね。ほんでひらりって落ちるんで、なんやこの髪はと思って見たら、お父さんも固まるわけですよね。そこでね、あ、お父さんも固まったっつって、でお父さんもずっとその、付箋の紙の文字を見てね、その付箋を大事そうに財布の中にしまって、スーツの裾で涙を拭って出ていったわけです。でその時にね、あのヤンキーが朝の会の前にタマちゃんのところに来てね、まあ目をうるませながら言うわけです。先生って、あの呪文ってとんでもないですねって、俺人生で化学変化が起きましたっつって、だろって、そんなもんなんだよお前って、お前ね誰からも理解されてないとかね、誰からも応援されてないと思ったら大間違いなんだよって、お前の親はいつまでたってもお前の応援団なんだぞって、お前がどんなスーパーサイヤ人だろうが何だろうがね、最後の最後まで可愛いそれが親なんだよっつって、分かりましたって、俺何でもやりますって、そうか何でもやるか、じゃあね今まで迷惑かけたやつのところ全部に付箋貼ってこいっつってね、お前さんざっぽら迷惑かけてんだろうって、お前隣の学校にも出張サービスとか行って喧嘩売りに行っただろうお前ってね、そこにも貼ってこいっつって、そしたらそいつもう超素直だったんで、その学校の正門に貼りやがったんですよ、ピーってねそっちの番長みたいな名前書いて、番長へみたいな、あの喧嘩出張に行ってごめんねって俺生まれ変わるから仲良くしようみたいな、ほら先生が何事やこれって、あの学校のやつやないかこれって言ったら、その番長に届ける、その番長ははてなです、なんだこれみたいなね、あいつ何やっとんねんみたいな。ほんだらあいつね、まああの札付きのワルでしたんでね、
もう近所中がね、もうお付き合いやめてるわけですよ。またあいつが来たみたいな。で、もう挨拶もしない。でもね、そいつね、もうアホやったんでね、手当たり次第にポストに貼っていくんですよ。今まですいませんでしたって。俺は生まれ変わりますって。俺から挨拶しますんで挨拶よろしくお願いしますみたいな、どんな付箋なんだよみたいな、そんなんねポスティングとか言ってブワーって貼ってったらどうなったかって言ったらね、おかしくなったあいつがみたいな、ほんだらそれがね親の耳に入るわけです。でうちの息子に何があったんですか先生とか言って来たんですよね。うちの息子に何があったかじゃないですよって、何があなたの息子さんを変えたか知ってますかって、お父さんお母さんの涙だったんですよって、不戦士覚えがあるでしょうって、あれ実は息子さんがね隠れて見てたんですよって、でその時にお父さんとお母さんの涙を見て心から感動したらしいですあいつはって、ほんでね今まで迷惑かけたいろんな人にねその不戦でごめんなさいとありがとうを伝える活動をするっつって今やってますわっつって、見守っといてくださいよ、おかしい価格変化が息子さんに起きますからっつってね、ほんでそいつブワーって付箋貼り付けてったらどうなったかっつったら、周り中が味方になったんですよ。あいつなんか生まれ変わったよみたいな。ほんでみんながねおはようおはようって言ってくれるから、そのうちそいつスーパーサイヤ人じゃなくなって、髪の毛の色も元に戻って、戦闘服も普通の服になって、普通の中学生になってたんですよ。普通の中学生になってたんだ、え、お前スーパーサイヤ人やめたのとか言ったら、もうやらなくてよくなりましたとか言ってね。で結局どうなったかって言ったら、そいつ生徒会長になったんですけどね。ありがとうって言ったら人生変わりますみたいな演説をしてね、トップで当選してね、生徒会長になってありがとう運動とかいうのをその学校でやり始めてね、一日一回はありがとうって言いましょうとかいうおかしい運動を始めてね、そいつなんか説得力めっちゃあるやないですか。だってみんな知ってるわけでしょ、なんでスーパーサイヤ人があなた生徒会役員選挙に移行してんねんみたいなね。でありがとうで人生が変わりましたみたいなこと言い出してね、で魔法の紙よかったら差し上げますみたいなね。ほんでね、それをね私全国で言ってもらったんですよ。もし人生変えたかったらねって、魔法の紙先生たちいっぱい持ってるからっつって、先生たちに魔法の紙くださいっつったらにやりってしてね一束ぐらいもらえるぞって、タダでっつって。本当です。今から帰って体育大会のやるでしょ、もう先生たちねこっそり付箋紙準備してますから、担任の先生は一箱ぐらいいるかなみたいな、今日うちのクラスどれぐらい来るかなみたいなね。ほんで帰りの会の時にねこっそり持ってくるんですよね。ほんでいねえのかなみたいなね、だから言ってやればいいんですよ、先生って俺やりますって付箋紙くださいっつったら、やんのお前っつって、あるよみたいな感じでねもらえますから、やってみると人生変わると思いますよ。ね、私そのたくさんの子供たちを見てきてつくづくこう思ったわけです。私の人生からもつくづくこう思ったわけです。自分が今まで世界を見る目っちゅうのかな、世界を見る見方っちゅうのがダメなとこばっかり見つめてたんですよね。自分ができないこととか人の嫌なとことかね、世の中の不幸なとことか理不尽なとこばっかり見てたわけです。だから世の中ってなんて不幸なんだろうって思ってた。ところがそういう素敵な子供たちに出会っていく、あるいは素敵な人たちに出会っていくとね、世の中って捨てたもんじゃねえな、世の中ってあったけえなって、先生たちって案外素敵やねえって思い始めてくる。そうするとそういう人生になっていくんですよね。皆さんがまあそろそろねこういうこと考えるんじゃないですか。自分って何のために生まれてきたんやろうな、自分は何のために生きていくんやろうなっていうのをそろそろ考える時期に来てる。特に中学3年生の皆さんは自分の進路を選択する時期がやってくるわけでしょ。ね、最後にちょっとおかしい話を5分ほどして終わりますけどね、命の使い方っていうやつです。命の使い方ってどうやらね決まってるらしいんですよ。でその命の使い方、こういうふうに命を使っていくといいよっちゅうのに気づいた人は例外なく幸せになっている。あ、これタマちゃんがね編み出したやつじゃないです。教わった、タマちゃんが教わった。誰から教わったかっつったら日本の神様から教わったわけです。あ、まあおかしい話しますんでね、私ね日本の神様の研究家だったんですよ。あ、っていうのがね、もう私まだ教員時代にお上からね日本の神様について調べてくれっちゅう依頼が来たんですよ。普通理科の教師にそんな依頼しますかね。神様なんているわけねえだろうって思ってるのにこっちね。ほんでその神様なんていないっちゅうレポートを出そうと思ってね、いろんな神社とか調べてったら日本の神様っちゅうのはスペシャルおかしかったんですよ。普通神様っつったらなんかね近寄りがたいような、なんか一人で何でもできますよみたいなね、
恐れ多いみたいなイメージがあるじゃないですか。日本の神様調べてったらスペシャルおかしかったんですよ。まずね、日本の神様は一人じゃなかったんですよ。普通神様って一人じゃないですか。でその一人が何でもできる人じゃないですか、神様やから。で世の中作って悪者を懲らしめるみたいな。日本の神様ってね、一人じゃないんですよ。何人いるか知ってます？800万人以上いるんですよ。800万人以上いるんですよ。正確に言えば数えきれないぐらいいるんですよ。ほんでなんでそんなに数えきれないぐらいいるかっつったら、一人じゃ何にもできないからなんですよ。何にもできないです、神様って。普通神様ってできるから神様でしょ。日本の神様何にもできないから、800万人以上ね集まって協力し合って神様という仕事をしてるらしいんです。で普段はね、何やってるかって言ったら神様働いてるんですよ。世界中の神様の中で働いてるおかしい神様は日本しかいませんのでね、旗織りしたりタケノコ掘ったり海でね魚取ったりとかね、かまどの火の番とかしたりしてるわけです。ほんでね、その神様がこういう生き方をすると幸せになれますよっていうのを教えてくれてたんです。まあ話すと長くなるんでギューって端折りますんでね。それがね、皆さんのお父さんやお母さん、おじいちゃんやおばあちゃんは絶対知ってる言葉で、先生たちも多分知ってると思います。お天道様のように生きていきなさいっていう言葉なんですよ。お天道様って知ってます？太陽のことです。お日様のように生きていきなさいよって、それが幸せの道なんですよって言ってるんですよ。でね、なんで お天道様のように生きていくのが幸せなんじゃって思ったわけです、たまちゃんはね。でお天道様のように生きるってどういうことよって、簡単に言えば惜しみなく与える生き方なんですね。自分が持ってるもの、俺がじゃなくてあげるって、自分の持ってるものを惜しみなく人にプレゼントする生き方、それが幸せな生き方なんだよって言ってたわけです。ほんで何プレゼントすりゃええのって神様に聞いたら、簡単だよっつって、熱と光をあげればいいんだよっつって。お天道様で熱と光あげてるでしょ。熱と光って何なんよ神様っつったらね、簡単よって。熱と光って簡単に言えばあなたの笑顔ですよっちゅうわけです。つまりいつも笑顔でいたら幸せになりますよって日本の神様は教えてくれてるわけです。それでね、そんなわけあるかと思ったんですよ。まあ、笑顔でなるだけで幸せになるやったら世の中から不幸なんてねえじゃねえかよっつって。でも神様が言ったんでしょうがねえからね、笑顔の特訓したんです私。鏡買って、笑顔の鏡っちゅうの買ってね、ほんでいつもその前通るときには笑顔になるっち決めてね、ほんで目の前通ったらイエーイとかイエーイとかイエーイとかやっとったんですよ。ほんで毎日何百回もこれやってたらどうなったかってさ、本当に幸せになったんですよ。そしてこんな人生になってしまったんですよね。ほんでそれね、子供たちに言ってもらったんですよ。お前笑顔の特訓するだけで超幸せになったぞ俺っつって、騙されたと思ってやってみろってクラスに設置しますとか言ってね、笑顔の鏡とか設置したらね、まともな子はしないんですよ。ほんで誰がしてんかなと思ってね、向こうの職員室からこうってね、望遠鏡とか双眼鏡で見てたらね、金髪パツンパツン野郎がやってるんですよ。あ、やっぱ素直なんだなと思って。だからね、まあ騙されたと思ってね、今日帰りの会で先生に魔法の紙くださいって言ってください。そしたらね、皆さんの人生が多分根底から変わると思います。ほんで帰ったらね、家にある鏡に笑顔の鏡ってタイトルをつけてね、今から笑顔の練習するから頭がおかしくなったと思わないでねっつって、2週間ぐらい笑顔の練習するとね、素敵な化学変化が起きるんじゃねえかなと思います。ということで時間になりましたのでね、たまちゃんの話を終わらせていただきます。静かに聞いていただいてありがとうございました。以上で終わります。たまチャンネルをご覧の皆さん、いつも応援していただき本当にありがとうございます。これからもたくさんの笑いと学びと感動をお届けしていきますので、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。